これこそまさにぼったくりだよ。何があったの？君の弟だ。今度は何をしたの？新聞はどこもトゥーペニーの件に群がってる。その上さらにどっかの誰かが紙幣の原版を盗んだんだ。それもジェイコブなのか？違うと思う。いいか、今や誰もが銀行とイングランドの貨幣を信用しない。混乱が起き、製造業はコストの安いアメリカに移る。つまりイギリスはおしまいだ。ジェイコブ、本当に考えなしね。私が銀行に原版を戻したら？ああ、もちろん助かる。その上トゥーペニー殺害事件の記事が疑問視されて経済への信頼回復につながる。じゃあ決まりね。イギリスは生き延びるわ。それと面倒でなければ偽札を見かけたら流通しないよう破棄してもらえるか？もちろん。力を貸してくれて助かる。こっちだ。偽札はこの近くで使われてる。偽札と呼べるかも怪しいが、原版がある限り本物同様の札が作れるわけだからね。ミスター・バライン、これが世に出回ったら、前にも言った通りだ、貨幣への信頼がなくなり、すでに暴動も起きている。ミスター・バーライン、政府の立法を阻止するだけ。そこの二人ついてこい。馬車に向かう途中で盗まれるのはごめんだ。偽札犯ね。銀行での報道について聞いたか？好きなだけ暴れればいい。原版を返すつもりはない。どうだってよくないか。本物の現金を持ってるわけじゃない。原版を持ってるんだぞ。現金と同じだ。群衆の声を聞いたか？ロンドン中が暴動を起こしてるみたいだ。俺たちは関係ない。ジェイコブが経済全体をめちゃくちゃにしたのね。父さんも言ってた。考えなしで反省もしない。次はどちらへ？うちにやってくれ。新聞を見ましたか？トゥーペニー殺害の記事か。ああ、実に残念だが我々には好都合だった。そうだろ？警察の聞き込みに来るのは？誰かが銀行に入るのを見たはずです。おいおい、お前は心配なんてしちゃいないだろ。両親は捨てておけ。だいたいトゥーペニーの死は俺のせいじゃない。ただ単に状況を利用しただけだ。もしスコットランドヤードが探りを入れに来たら、俺は仕事で銀行にいて、お前は何も知らないことにしろ。手間をかけた礼に給与は倍にしてやる。どうせ偽札で払う気でしょ。進め。よく聞こえなかったが。何でもありません。誰が狙っていてもおかしくない。はい。この場所を封鎖しろ。はい。イングランド銀行を守るように貨幣を守るんだ。了解しました。これを銀行に戻さないと。
cut off the end, and then you wait for all the... よし、ずっとここにあったみたい。皆さん、どうか冷静に。さて、新聞は全てがでっち上げだったと伝えてる。暴動は終わりだ。銀行の信頼は回復した。夜の巡回も楽になる。ミス・フライ、お礼の言いようもない。大惨事を回避できてよかったわ。ジェイコブからはお礼の一言もないけど。